じゃあ、ま、あとで。待ってね。ディスコードつけたら言ってくれ。PC つけたら教えて。PC つけた。じゃあ、何これ。じゃ状況説明だけします。ノジャジャがなんか、ノジャジャとエペクサスさんですけど、突然なんか、ノジャジャのリア友から電話がかかってきて、ノジャジャがそれを取って、ノジャジャのリア友がなぜか私のチャンネルの動画が消えてるよう、なぜかノジャジャに聞いてて、で、まあ一緒にエペクサスの流れになりそうです。はい、以上です。面白すぎやろ。はい、よっしゃ、やるか。はじめまして。なんだこりゃ。あ、ツイッターじゃない？たぶん今マイクの調整してるだろうね。で初めてあの見るんだけど、まあ、マイク微妙な人、うん、PC 家やるのにそんな人いる？最近 PC 買ったのよ。ああ。2ヶ月前とかじゃないかな、買ったの。ああ。でしょうがないか。まあ、多分普通に俺の名前言われますね。もしもーし。もしもし。入った。オッケー。エペックス起動して。うぃっす。でさ、何があったの？え、君さ、今もう一人 VC にいるの知ってる？虚言癖の女子大生。これアイコンあれでしょ。え、嘘。え、は？喋ってみれば？はじめまして。いいの？え？いいな。全然。いや、あの、なんか、野じゃじゃの本名は知っとるの、この人。あ、全然知ってます。なんか言っていい？俺でもお前の本名言っていい？うん、言っていい？お前の本名を別に。なんかいいけど嫌だな。嫌だなっつっても、お前、普段俺のこと本名でしか呼ばんもんな。ごめんな。いいよ。じゃあ、ですね。はい。で、さ、うん、7とさ、LINE 通話しよった時から裏の声がさ、あれ、うん、俺と思って。え、だから、だって、普通に、だから APEX 時代のに、お前が今、なんか今のタイミングでかけてきたから、タイミングの問題やな。ろくにやってないけど。全然。カスじゃねえ。ろくちょ、ブラハ取らないでください。あ、オッケー、わかりました、わかりました。ちょ、僕レビューは配慮します、さすがに。そんな講座応募もまだあれだから。そう、なんかさ、今日さ、APEX のさ、レイジが YouTube でやっとったやんね。は？ APEX のレイジだったっけ。なんか APEX の大会があるやんね。あー、大会ね。マジで、なんか編成さ、なんだったっけな、なんかみんなクリプトと、あの、ワットソンしか、ワットソンだったっけな、なんだったっけな、うん、電網貼るやつ、電気ネット貼るやつ。ワットソンね。スワットソンっていうやで。プラスなんかアット1みたいな編成多くて、クリプトって強えのみたいな。ああ、え、お前な、え、エイペックスの話にしてんの？うん。あ、そうだったの？え、うん。あ、そうだったんだ。オッケーオッケー。あー、うん、ごめん、オッケーオッケー。あ、え、何の友達なの？リア友なのはわかるけど、何の友達俺ら。何な、え、待って、趣味全く被ってないよな。うん。え、中学からとかじゃなくて？ああ、小違う、中高一緒で、あ、え、中学高校一緒、仲良くなくてみたいな。高校一緒、うん、だからこいつは途中で辞めてみたいな。そうそうそう。え、辞めたよね。俺辞めたよ、うん、けど仲いいんだ。いや、別に仲そんな良いわけじゃないよな。え、いいですって言っとけ。いいですって言っとけ。いや、別にだってね、そんな遊んでないし、別に仲いいわけじゃない気がするわ。ねえ、なんかたまに思い出したように俺が通話かけて、うん、そうそう、そんぐらい。あ、仲いいわけじゃないね。そんなあっさりバッサリいく？え、だって、え、仲良くないよ、だって別に。え、俺たちめっちゃ仲いいよ。言って、あ、待って、なんか今いらん武器取っちゃった。で、何があったの？な、は？お前話して、何が？あ、私？あ、そう、私、私、私。どっちだ、お前、話が。おかしいんだよね、マジで。なんか、野じゃに電話かけた理由、なんか、おかしくなかった、そもそも。やばすぎる！やばい。いるの？行っちゃダメ、行っちゃダメ。これ上がっちゃダメ、絶対上がっちゃダメ。はいはいはい。え、もう逃げていいよ、俺。うん、ダメ。戦え。戦え。カジュアルやから、戦えって。入り方わかんねえんだけど。ドア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 。ああ、やばいね。それドアだ、それドア、それドア。敵敵。え、野じゃに電話かけた理由、本当にそれなんですか？あ、本当にそれです。私の動画がなくなってたから。そんな感じだよね。そう。なんかグッバイ宣言の、なんか歌ってみてあげて。はいはいはい。全然。それで気になって野じゃじゃに電話を突然かけたの。え、そうそう。え、いつもそんな感じだよね。いや、別にそんないつもかかってこないだろ。まあまあまあ。お前、いつだよ、電話かけるの？たまに電話かける理由って、なんか、そんくらいだろ。うん、だとしても、なんか、タイミングを良すぎじゃねえか、お前。すごいな。たまたまやってた時にかけてきたからな、ね、前回だって2月14って書いてあるよ。1ヶ月前なんだよ。1ヶ月周期でかけ
けど。あれが一緒に花丸。あ、そう、はそう、うん。花丸行くぞって言った時は俺がいきなり。すげえ、のじゃじゃに友達がいることになんか私感動してるわ。いや、だから別にそんな仲良くないって。いや、花丸くんに行く仲なんでしょ。いや、まあたまに、たまにってかもうなんなら初めてレベルだよな。俺今日全然あれ初めてだよ、普通にほぼ。全然仲良くないんだな。いやいや、全然仲良くない。全然仲良くないんだな。全然仲良くない。いや、もう本人も言っちゃったし。いや、なんか否定するスタンスでいこうかなと思ったけど、あ、これ無理やなみたいな。だってそうだよね、趣味だって1ミリも被ってないよな。そうだよ、俺エペあんまやんないします。でも知ってる、6レベだもん。あ、待って、俺ジャンマス、うん、遅すぎ私。どういう状況なんだろうというか、意味が分からない。意味分からん。のじゃじゃのリア友とエピックス。ちょっとわけ分からないな。いい経験ができたわ。ああ、いい経験やろこれ。なかなかないだよこんな。なかなかない。あ、アオアマやばい。あ、いけてない。全然。とりあえず合流します。上げるよ。あ、待って、後ろから来てる。上がった方がいい。わたわた。え、どう？ナイス。いや、どうって聞こえたけど。何？え、何のどう？え、何のどう今の？え、どうって何今の普通に。え、俺やったでしょみたいな感じ今の。じゃあじゃあじゃあ、そうじゃなくて敵どうですかって。なんですよ。今期ってさ、何が強いの？301。野球みたいな今期。301か。野球は全くわかんないけど。え、何が趣味なんですか最近は。いや、全く多分共感されないと思うけど、ちょ、ごめんね。あの、遊戯王とか好きだな。遊戯王と VTuber ぐらい。私も遊戯王好きじゃないっけ。いや、この間あれじゃなかそれでその話したよ。ちょっとぐらいな感じじゃないと思う。俺、うん、やってない、リアルでやってないから。あ、リアルでやってるんだ。そう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 。あ、1ミリも被ってないほどじゃなかったな。まあまあ、でもまあ それで話して前回やったのよ。うん、あ、それきっかけに若干仲良くなってきてるって感じだ。いや、仲良くなったというか、まあ一回やって、俺がボコられて、あ、こいつはやんねえやと思って。ねえねえねえ、はい、モザンピークとマッティフってどっちが強い？それ多分モザンピークかな。モザンピークだな。コンパクトだしね。速いよ、打つの。一回どっちもスピード打ってみる。打つスピード変わるからね。いや、大丈夫です。あ、信じるの俺らのこと。いや、もう多分この武器使わないんで、ヘムロックで。ヘムロック3連だったっけこれ。うん、そうだね。だよね。え、50人クラフトはのじゃじゃが出てるって何でしたの？ずっと黙ってた。いや、ずっと黙ってたよ。俺、こいつ学校でさ話してても、うん、なんか話しかけてくるけど、50人クラフトの話俺一切言わなかったもん。俺は、あ、学校で50人クラフトの話してたの？俺してた。普通にトミー・ジュニアっておもろいよなって。ハマさん、あいつガチでやべえよなみたいな。ずっと言ってたな。え、のじゃじゃおもろいよなって話にはなんなかったの？あー、その時のじゃじゃっていうキャラを多分知らなかったから。あー、これもうずっとそうですねってなってた。気まず。え、いつカミングアウトしたのそれ？してない、してない。してない、カミングアウトしてない。こいつが勝手に知ったから。あの、クラスでね、バラされてんだよこいつ。そう。え、待って、めっちゃかわいそうなんだけど。知らないよ。待って、それってやめる前から？やめるちょっと前ぐらいじゃない？あ、マジで普通にかわいそうだな。いや、なんでお前が知ってるのやめる前か。お前が知ってるはずだろ。あ、でもそっか。なんかさ、覚えとる。うん。体育の授業に聞いて、あの、いきなり話しかけてきて、うん。あいつさ、R の字だって知っとるみたいな。ガチでいいよ。ガチでつろ。実際俺そうなんだよ、本当に。ネタとかじゃないんだよね、俺、バレてんの。え？こいつが知ってる理由がそういうこと。俺一回も話してないもん、こいつに。えぐ、そうそうそう、えぐい一瞬。いや、つらい、つらいな。え、クラスに、やめる、ここやめる直前に、もうバラされたってこと？うん、バレてる、なんか、普通に。あっちがいすぎや、あいつ。大丈夫？遅れすぎ。ちょっと待って、遅っ。まあ、しょうがないけど。3で武器しまいますよ。あ、あだす。え、ガチ、え、ガチで。待って、いるよ、ここ。あ、動き、え、なんか30出すんじゃないの？あれ1か2じゃないかな。1か2出す。ホイールでも出せる。あざす。終わったわ、もう終わった。終わった。
うるせえよ、マジで。包帯とか、あの、体力の方の、マジモンの体力の方の回復ください。そっか。マジモンの体力、はいはいはい。ヒルドローン出してるのかと思ってた。いや、リアルもコロナだから結構やばいけど。今絶賛コロナ、今絶賛喉むちゃくちゃ、あ、そんなでもないかも。え、コロナなの？結構頭フラフラで言ったやん、俺コロナやって最初に言ってなくね、そんなの言った？いや、おもろいな、ダジャジャの友達言った言ったいや、言ってないよ、絶対普通にマジで？もうお前普通に言ってないよ、まあ、タイヤリって感じでそうですか何のタイヤリなんだ、まあまあいいや遊戯王ルールらしい、多分。ああ。さんは高校卒業してる、ちゃんと。もう普通に。ああ。高校卒業して普通に働いてます。ああ。そうそうそう。立派な社会人ですね。立派な、マジで立派な社会人やな。ここあれじゃね？そんな興奮して言う？何、どこですか？ここさ、なんかあの、何だっけ？ちょっと待って。うん、待って、はい、待って、まあ、いいよ。あ、別に待たんでいいけどさ、そこね、オッケー。ここさ、あれじゃね、何だっけ、アリーナでよく表示される場所じゃね。うん、違うね。ナイス、上がれない。敵どこ？今度俺に触れる？これしたしたした。いや、待って、ちょ待って、間違った。敵触ってた？敵触った今。俺ここね。ごめん。なんか投げられてるよ。うん、耐えて耐えて頑張って。あ、これ岩の裏にずっと隠れた方がよかったんだな。待って、下降ります。下降りてます。降りてんのか、俺は今。あ、降りてる。うーん、前進すればだいぶ降りる。申し訳ない。あ、ちょっとごめん、鼻かむ。ミドして前進許可いらんのよな。ミドするよ。あ、えらいね。待て、なんか頭痛えな。そりゃ そりゃそうなんだよな。アンチが、あ、アンチが痛くないから別に。エーペックス知るほど楽しそう。エーペックスね、なんか強くなると楽しいんだろうなって感じはするけど、うん、まあ、遊戯王と逆だね。遊戯王って何も知らんほうが楽しいやん、ね、でしょ、ノジャジャ。いや、そうかな。多分ノジャジャぐらいの時の方が遊戯王一番楽しいと思う。いや、俺もうやってないし。やってない、やめちゃった。うん、楽しくない、もうやめたわ。あの時おもろかった、もったいない。そうやな。了解。ジップ乗れるよ。乗れる。待って待って、 OK、 回復入れる。今じゃないだろ、回復入れんの。あ、だんねー。ブラハスキャンスキャンスキャン、ナイス。それは神スキャンした。諦めてんな、こいつ。さっきのめっちゃ好きなんだけど、一人いるよ。回復ります。やばすぎるな。いや、あるな、でもチャンピオンこれ。全然あるわ。あるよ。何キルられるか分からんけど、ね、俺が0キルってことは確か。私1だな。こっちにもなんかいたんだよな。こっちに一人逃げてる。上行くか。建物のね、建物の2階。分かってる分かってる。なよ。あー、乱気流が終わっちゃった。乱気流って呼んでる。あれ、乱気流って呼んでる。うわー、いるいるいる。待って、いるいる、逃げる。ねえ、待って。ドアの向こう側。奥さんに行く。いや、後ろにもいる。いや、やりきるね。そう、だからドアの向こう側。いやー、ちょっと待って。オクタンはやった。うわー、きつ。レヴナントいるわ。おー、よろしくお願いします。タイヨロ、俺は東京リベンジャーズのやろ。ちょっと、何の話してんの。待って待って待って、集中させて、集中させて。頑張れ。え、ノジャジャ、うまっ。ハンマーじゃん。
なんかあのスキンエヴァみたいじゃない。何が誰が、あーバルケン、なんか紫色の、うん、そうやな、初号機の、確かにそんな感じするわ。むっちゃ AT フィールド、うん、ねえ、なんていうの、破ってきた。出まーす。お父さん。うまい。えぐい。あるぞ。あるぞこれ。全然。起こされたんだけど。ここで起こすこれ。うわ。北三千。何人いんのこれ。多くて6。あ、正確なのわからない。そう、結構入れたけど惜しい。うわおかしいだろ、なんで2パーで戦わないんだよこれ。あっちにいるよね、奥にいるよね多分、うん、多分は奥だと思う。ボーマンパが起こしたから全然戦えないんだろうな、このキャラダブ派いらんて。持ってるよ、いや、やらかしたな。いや、これはでも、2体戦わないのが悪いよ、全然。切れないかな、どっかで。あ、キノック、キノックか。そっか。あれ、待って、俺、待って、マッチから脱出しちゃったけど、待って、これ。あれある。いや、多分、一回抜けちゃったら入れるんかな。待ってよ。いや、一回。いや、無理だね。入ることはできないよ、マッチに。あ、でも2人がこれ終わったんですよ。あ、おい、遊ばれてんのかよ、また。いや、くそ、惜しい。うざすぎ。あと40とかじゃないっけ。うわえ、あそこが、え、どういうこと？